精神を病んでしまった戦国武将ワースト5。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり機構は精神を病んでしまった戦国武将ワースト5について紹介していこうと思います。現代医学において精神疾患の多くは解明分析され効果的な治療法が確立されつつあります。しかし戦国時代の人々にそんな知識などありません。精神疾患の多くは転境、乱心、あるいは気鬱と片付けられ病気という認識などありませんでした。こうして効果的な治療がされないまま病状は重くなっていくのですが、これが戦国武将ですと大変です。言うまでもなく家を守り家臣を養うという責任のある立場ですから、やはり家運が傾くのは当然の話でしょう。今回は精神を病んでしまった武将と題し、彼らがどのように転落していったのか詳しく解説してみたいと思います。ただ決して精神疾患を揶揄するものではありませんので、そこのところはご了承ください。第5位、軽く見られた悔しさから乱心に及んだ松平忠直。松平忠直は文禄4年1595年の生まれですが、父結城秀康が徳川家康の次男だったこともあり、幼い頃から苦労知らずで育ったようです。2代将軍徳川秀忠などは特に可愛がり、常に脇で座らせていたとか。さて秀康が亡くなると忠直は元服して越前松平家75万石を相続するのですが、家中では戦国の気風が色濃く残っていました。ほどなくして重臣同士が争うようになり、越前騒動という内紛にまで発展してしまいます。結果的に幕府の裁定によって鎮静化するものの、こうした騒ぎは忠直の心に深いトラウマを与えたのかもしれません。家臣たちをうまく束ねるには自分がしっかりせねばと強く心に念じたはずです。とはいえそのベクトルが間違った方向へ向かえば思わぬ間違いをしでかすもの。忠直は自信を持とうとするあまり自らの力を過信してしまったのかもしれません。そして忠直にとって初陣の時がやってきました。それが慶長19年1614年から始まった大阪の陣です。ところが忠直は冬の陣最大の激戦となった真田丸の攻略を任されるものの、気負いすぎたためか敵の罠にまんまとはまってしまい、多大な犠牲を出しつつ撤退を余儀なくされました。祖父家康からは士気の稚拙さを叱責され、官職を失ったといいます。さらに翌年の夏の陣でも味方が苦戦する中で軍勢を動かさず、またしても大目玉を食らってしまいました。家康からは越前勢に出る幕はないから昼寝でもしておれと言われる始末。しかしここから忠直は奮起しました。味方を出し抜いて先陣へ繰り出し、苦戦こそしたものの見事に豊臣軍を打ち破ってみせたのです。家康、秀忠から称賛を浴びた忠直は鼻高々でした。もちろんこれまでの失態など忘れて自信に満ち、徳川家は自分が支えているくらいの気持ちになったことでしょう。ところがその自信を打ち砕く出来事が起こります。なんと家康の九男義直と十男頼宣が相次いで参議に昇進したのです。これは中納言である忠直を飛び越えるものでした。自分には茶入れ一つしか与えないのに、年葉もゆかぬ子供に高い官位を与えるとはな。忠直は憤懑やる方なく、ここから自暴自棄ともいえる乱行へと及んでいくのです。例えば参勤交代の途中で病と称して国元へ引き返したり、日光で営まれた家康の法要に参列しなかったり、さらには正室勝姫の次女を殺害するなど常軌を逸した行動が目立つようになります。また家臣の些細な過ちを許せず上位打ちに及ぶこともたびたびだったとか。そして決定的な事件が起こります。なんと重臣長見右衛門の母が評判の美女だったことから、忠直は無理やり側室にしようとしたのです。危険を感じた右衛門の母は慌てて剃髪して仏門に入ったものの、
これが忠直の怒りに火をつけました。長見の屋敷へ兵を差し向け、右衛門はじめ一族を粛清してしまったのです。こうした事態に正室の勝姫も江戸へ難を逃れ、ようやく忠直の乱行が露見したといいます。さすがに秀忠も看過できず、ついに忠直へ隠居することを命じました。忠直は父譲りの豪気な性格だったといいますが、自信過剰な人間が自尊心を奪われた時、破壊的な衝動に及ぶことはたびたびあるそうです。忠直もそんなタイプの人間だったのでしょう。第4位、裏切りの代償で精神が病んでしまった小早川秀秋。慶長5年1600年、美濃の関ヶ原において天下分け目の戦いが起こりました。初戦は奮戦していた西軍ですが、その敗北を決定づけたのが小早川秀秋の行動です。通説によれば、松尾山に布陣していた秀秋はかねてから東軍の調略を受けており、戦いが竹縄になった頃を見計らって山を下り、西軍の大谷義継の陣へ突撃しました。これが引き金となって西軍は総崩れとなり、ついに大敗北を喫します。結果的に秀明は徳川家康が天下人となるアシストをしたのです。また秀明が最初から東軍側だったという新説でも、小早川勢はあくまで西軍側として行動していることから、やはり裏切り者というそしりは免れません。功績を認められた秀明は論功交渉において備前、備中、美政か51万石の大使となっています。さて秀明は早速岡山城へ入りますが、その直後から不可解な出来事が次々に起こります。ますます酒に溺れるようになった秀明は御殿で刀を振り回したり、大声で意味のわからぬことを叫び出すなど、常軌を逸した行動をとるようになりました。さすがに重臣たちが何とかいさめようとするものの、家老の杉原重政などは上位打ちによって命を落としてしまう始末。とうとうサジを投げた稲葉正成、松野重元らは出奔し、家中は大きな混乱に見舞われたといいます。人々は中納言様が西軍を裏切ったから、大谷義継の亡霊がたたりをなしたのだと噂し合ったとか、あるいは裏切りを行ったことで両親の呵責に耐えられず、とうとう精神に異常をきたした可能性も否定できません。とはいえ、秀明のこうした振る舞いはどうやら現代医学をもって説明がつきそうです。なぜなら豊臣一族の騎手としてもてはやされた秀明は、驚くべきことに子供の頃から大名たちの接待を受けており、過度な飲酒を続けていたからです。さらに豊臣秀吉との微妙な関係、そして小早川家へ養子に出されたストレスなどにより、酒の量はますます増えていったと思われます。秀明が亡くなる直前、診療にあたった生瀬道さんは明らかに黄疸の症状を認めており、酒の害であると診断を下していました。秀明の死因はアルコール性の肝硬変によるものと考えられますが、問題はもう一つの危険性です。アルコールを長期にわたって過度に摂取すると、パニック障害や不安障害に襲われることが少なくありません。また酒を飲んでいるときは不安から解放されるものの、酔いが覚めると反動からさらに強い抑うつや不安を感じてしまうそうです。また肝硬変になると肝機能が極度に低下することから、有害物質の代謝がうまく行われなくなり、肝性脳症という障害が起こります。これは怒りっぽくなるなどの性格の変化をもたらし、精神的な錯乱状態に陥ることも珍しくありません。こうして秀明は酒の飲み過ぎによって精神を病んでしまい、21歳という若さでこの世を去ってしまったのです。第3位、相次ぐ肉親の死で疑心暗鬼に豊臣秀吉。豊臣秀吉ほどその前半生と後半生の評価が分かれる人物はいません。その性格、考え、行動などとても同じ人物とは思えないほどです。信頼を寄せていた千利休を切腹させ、無益な戦いとなった朝鮮出兵を命じ、さらには甥の豊臣秀次を自害へ追い込むなど、
まさに晩節を汚したと言えるでしょう。なぜ秀吉の性格が激変してしまったのか、その理由はこれまでも多くの説が唱えられてきました。例えば低い身分から天下人へ成り上がったことによる権力欲、そして日本だけでなく民国を征服したいという古代妄想、また嫡男お拾いが生まれたことによる転出などが挙げられるでしょうか。そのどれもが正解で間違いないのですが、他にも大きな理由があったのではと考えられます。それが肉親の死です。ちょうど天正18年1590年から天正20年1592年にかけて、秀吉は大切な肉親を立て続けに失っていました。まず実の妹である旭姫が亡くなっています。形式上は徳川家康の正室という立場ですが、京都の聚楽台の近くで暮らしていたといいますから、秀吉もことあるごとに気にかけていたのでしょう。そして翌年には苦楽を共にしてきた弟豊臣秀長が死去し、さらに翌年には最愛の母大政所がこの世を去りました。秀吉が嘆き悲しんだのは言うまでもありませんが、家族や肉親の別離は人生最大のストレスと呼ばれるほど精神的苦痛を伴います。また心身に様々な症状が出てくるのも珍しいことではありません。現代でも家族ケア外来を開いている病院も多いですから、人間にとって愛する者の死ほど辛いものはないのです。ちなみにイギリスやアメリカにおける研究によると、配偶者の死別後に心筋梗塞や脳梗塞など心血管疾患の発症率が上昇することが報告されています。また通常であれば人口の 3-7% が発症するといううつ病も、家族の死から1年経過した時点で 15% に上昇するそうです。そうなると秀吉がうつ病になったと考えてもおかしくありません。さて秀吉は家族との別離を味わった直後、新たな城の普請を命じました。それが伏見城です。伏見の地は伏見に通じるほど古来から生死に関わる場所だとされ、宇治川に架かる観月橋から見る月は人の寿命を表すとされてきました。秀吉はまるで死から逃れるかのように伏見に自らの隠居地を置いたのです。さらに秀吉はまるで悲しみを忘れるかのように朝鮮出兵へ突き進んでいきますが、うつ病は疑心暗鬼や自己主張、猜疑心などを同時にもたらすもの。もはや誰の諫言も聞かず、周囲にイエスマンしか置かなくなった秀吉の求心力は急速に低下していったことでしょう。そして秀吉が死を迎えた時、彼が守ろうとした豊臣家は滅びの道を歩むことになるのです。第2位、弟や嫡男の死で心身耗弱に、三好長慶。信長よりも先んじて天下人となった三好長慶ですが、その栄華は長く続きませんでした。それは相次ぐ弟や嫡男の死によって長慶の心は弱りきったからです。また彼の死によって三好政権はあっけなく瓦解していきました。ちなみに長慶は初めから天下を望んでいたわけではありません。主君細川晴元に従うべく、阿波現在の徳島県から畿内へ赴き、当初は重臣として細川家に仕えていました。しかし長慶が勢力を拡大するようになると危機感を抱いた晴元がこれに反発、ついに畿内一帯を巻き込んだ騒乱に発展します。結果的に長慶は将軍足利義輝と細川晴元を京都から追放し、幕府の実権を握るに至りました。後に義輝と和睦を結んだことで幕府の中枢を担い、ここに三好政権が誕生したのです。とはいえ長慶が手に入れた政権は脆弱そのものでした。なおも三好家に反発する勢力は少なくありませんし、何より阿波が本拠ですから頼みの軍勢も海の向こうから呼び寄せるしかありません。そのため兵力の不足から思わぬ苦戦を強いられることになります。まず長慶を襲った不幸は永禄4年1561年のこと。
抜擢の十河一政が病気で亡くなりました。さらに翌年には次男の三好実久が久米田の戦いで討ち死にしています。やはり兵力の不足から手薄になったところを襲われ、あえなく命を落としてしまったのです。これまで自分を支えてきた弟たちの相次ぐ死によって、さぞかし長吉は落胆したことでしょう。しかし不幸はほんの序章に過ぎませんでした。永禄6年1563年、今度は将来を嘱望していた嫡男義興が急死してしまうのです。これは病気とも毒殺ともされていますが、この時点で長吉は相当な精神的ショックを受けたことでしょう。先ほどの豊臣秀吉と同じように、長吉もまたうつ病となり、ここから心身耗弱、疑心暗鬼といった症状が起こります。臆病になり警戒心が強くなった長吉にとって、にわかには信じがたい残言でも真実のように聞こえたことでしょう。そして何者かが、赤城殿が謀反を起こそうとしていると吹き込むのです。それは松永久秀とも別のものともされていますが、これを疑うことなく信じてしまいました。赤城とはたった一人残った弟、赤城冬康のことであり、長吉は実の弟に疑いの目を向けてしまったのです。冬康は人望もあり、器量に優れた人物でした。長吉としては亡き弟、一政の子である義継を跡取りと決めていましたが、もしかすると冬康が野心を抱いているかもしれないと思えてきました。そこで粛清という手段に踏み切ってしまうのです。飯盛城へ呼び出された冬康はその場で自害を言い渡され、長吉は自ら弟の命を奪うことになりました。それから数年後、長吉は心を病んだまま亡くなりますが、人望と統制力を持った冬康の死は三好家にとって計り知れない損失をもたらします。後ろ盾を失った義継は家臣団の統制もままならず、ついに家中の内紛を迎えてしまいました。やがて三好政権は弱体化し、織田信長にとって代わられるのです。第1位、うつ病のきっかけは愛する嫡男の死だった、長宗我部元親。一代にして四国のほぼ全土を手中に収めた長宗我部元親ですが、その勢いを阻んだのが羽柴秀吉です。天正13年1585年、秀吉の侵攻を受けた長宗我部家は各地で敗戦を重ね、ついに羽柴の軍門に下りました。土佐一国を残して領土は没収とされ、ここから豊臣政権傘下の一大名として生きていくことになります。とはいえ秀吉に忠誠を誓う以上、軍役の義務を果たすのは当然のことです。天正14年1586年、長宗我部勢は九州攻めの先遣部隊として豊前へ出陣しました。ところが思わぬ不幸が元親を襲います。へつぎ川の戦いで敗北した上、嫡男信親が討ち死にしてしまったのです。元親は将来を期待していた信親の死を嘆き悲しみ、人目をはばからず慟哭の涙を流したとか。それからの元親は抜け殻のようになり、政務にも関心を示さなくなりました。それほどショックが大きかったのでしょう。とはいえ信親亡き後、誰を跡目にするのか決めなければなりません。多くの家臣は次男香川親和が継ぐものと思っていましたが、元親の考えは違っていたようです。抜擢の千曲丸を跡目とすると公言しました。しかし元親の決定に反発する者も多く、とりわけ重臣の吉良親実、比叡山親興らは強硬に反対しました。千曲丸様は幼すぎます。ここは親和様が後を継ぐべきでしょう。しかも関白殿下から朱印状までいただいております。しかし元親は頑なに自分の考えを曲げません。彼もまたうつ病を患い、それに伴う自己主張の強さと顔面さが顔を出してしまったのでしょうか。ついに吉良と比叡山は遠ざけられ、側近の久武親直が幅を利かせるようになりました。香川親和もまた家督を奪われたことで憤慨し、職を絶ったまま亡くなってしまったとか。しかし話はそれで終わりではありません。
吉良たちを憎む久武が元近へ残言し、大殿の意向に背いた二人を討つべきと囁いたのです。すっかり心を病んでいた元近は深く考えることなく、その言葉を信じ吉良たちに切腹を命じてしまうのです。この時吉良近実は、こんなことでは主家の衰退は火を見るよりも明らかだろうと静かに語ったとか。二人が自害した後も悲劇は続きました。吉良一族を中罰しただけでなく、彼らに近しい七人の重臣たちを粛清し、反対派を根絶やしにしたといいます。もはや元親は誰も信じられなかったのでしょう。彼の心の病はそれほどまでに進行していたのかもしれません。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。